それでは、安全に気をつけながら移動してください。大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫。はい。それでは、タナママリックを使った、電動ドリルの、破棄操作のデモということで、これから実演をさせていただきます。すみません、保護メガネの着用も。あ、そうですね。で、ドリルを使いますので、保護メガネを皆様着用ください。ない方は下がるように。ない方は、距離を取っていただくように、お願いいたします。それではこちらにありますようにタナママリックを使ってもうすでに持っておりますが、その先に高波時のハンドをつけて、4本指ロボットハンドでハンマードリルを持っております。これを、このハンマードリル、人でもちょっと片手で持つのはかなり重いようなものですが、これかなり力が強いもので片手でですね、かつ指の方はほぼ2本指で、ロックして、ロックするときは電流を流さずに無痛電でロックしますので、非常に効率よく重いものを針することができている。でかつ1本の指は、トリガーの操作の方に使うことができますので、これを使うことで器用に、ドリルの回転を扱うことができるというようなことになります。それではですね、ドリルの回転できますか。ドリルの方、浜ドリルの方に回転を上げて、今低速で回転させてますが、もっと高速に回転することができます。このように高速回転って振動もかなりあるものですが、非常にしっかりと弾いて操作ができているということがお分かりになるのではないかと思います。これから前にはですね、危険なこともありますけど、今回ちょっと段ボールを使いまして、こちらに穴を開けるという作業をやってもらいたいと思います。それでは穴開けの作業を始めてください。ちょっと危険なこともあるので、少し慎重に、近づけるようなことをやっていると思うんですが。だいぶ近くに来ましたね。面のところに来ましたので、回転します。体の穴が開き始めるような状況です。
当然のところまで見ました。というようなことになります。ちょっと今回は実演としては少し柔らかいものでやっておりますが、これ本物のハンマードリルですので、実際に行う場合は、コンクリートの壁、瓦礫等の破壊もまあできるのではないかと思います。前回の ところでロボットハンド単体で、ハンマードリルを持って破壊するというのをすでにやっておりますので、まあ、今後はこのような、ハンドアーム系でもそれでできないかということは、まあ、検証するのが課題だと思います。簡単な説明となりますが、まあ、以上でちょっと実演の方を、終わりにさせていただきたいと思います。何かご質問等はございますでしょうか。はい、斜めに入ってますね、はいはいはい、あの時はどうなんですか、水力が壁に対して斜めに入っていたときに、はい、腕がこう平行に向くと変な力が発生してきます。あ、そうですね、それはそうですね、ちょっと今回は安全面もあったんで、かなりちょっと自分の近場で開けるということで少し不自然な位置になったということもあると思うんですけど、そのあたりはですね、調整することができますので、まあちゃんと穴を開けるということで直線にこの開けるような、まあ、補正をかける、人だけだとちょっと難しいということであれば、そういう補正をかけるということを考えていると思っています。本当にね、使うことを考えるとサムリーの精度を出して、それできちっと押し当てて、はい、で正確に穴を開けることが求められると思うんですよね、はい、それをやるのに、ああいうふうに空中に腕を浮かしたような、はい、そういうインターフェースで精度を出せるんですか。はい、それはですね、あのインターフェース自体も、サムリーレベルに言われるとちょっと難しいなと思うんですけど、でもそれができないと、ほとんど実用にはならないですよね。今回の件に関して、実はですね、ここにはちょっと入れて、今は入れてない、なんていうか、シミュレーションではやったんですけど、センサーの方が入ってまして、画像センサーの3次元センサーですね、あそこのセンサーが、定時用のカメラのセンサーが2つあるんですけど、それ以外に計測用の3次元センサーも入ってまして、もちろん計測してできるのは分かるし、アームでできるのも分かる。ユーザーインターフェースの方がどうかという、ユーザーインターフェースだけでやるというよりは、ユーザーインターフェースの中でスレムの方のセンサーの方も援用してあげて、どちらかというと完全にこちらでやって全部サブミリでやるっていうレベルだと、なかなか操作者の負担がちょっと大きくなると思うんですね。まあ、一つの方法としてはこちら、でもそのために原因を調整、もちろんそれもあると思いますね。ですので、その場合はまあセンサー等の方を拡大してあげて、認識のレベルも上げてしまえば、確かにそういうのもできるかなと思います。ハンドとアーム自体の精度の方で言えば、多分できると思いますので、はい、そうしましたら、当日の質疑応答は、多分最後にまとめて3、40分、4、50分ありますので、並木先生はそのまま次は小沢先生ということで誘導していただきたいと思います。で、実際、次、小沢先生のハンドのデモをこちら、向かい側で行いますので、そちらにご移動をお願いいたします。はい。ハンドを一致です。で、小沢先生の代わりに、学生の米田が頑張って説明を。頑張って説明。